そしてドラマの撮影現場では。福田アナが休憩中のある出演者を直撃。すいません、休憩ところ。三浦春馬さんが演じるのは京子のクラスメートで明るくマイペースな土井智彦。彼もまた生まれながらにある使命を与えられている。高速のツイッターで三浦さんもおすすめされたみたいな。ああ、中高も。へえ、そうなの？聞いてない。幼少期の智彦の大事なシーンの日がありまして、それを少し見学したいなと思って。実はこの日自分の撮影はなく、役作りのためだけに現場に来たという三浦さん。寒空の下頑張る仲間にお汁粉を差し入れ。お疲れ様です。お疲れ様です。作りました。一番嘘でしょ。本当ですよ。